ネルではミュージカルの作品を紹介したり、ミュージカルに必要なトレーニング方法を発信しています、はい、お届けしていますのはニューヨーク公演を成功させたミュージカルカンパニーオズメイト代表である演出家である私辻井直子と、はい、役者の松本博です。どうぞチャンネル登録お願いします。さて、はい、今日のミュージカル作品、ご紹介するミュージカル作品はじゃじゃーん、この回転木馬。これなんですか。馬絶対馬ちゃん、恋心ない芸人でーす。はい、この回転木馬ミュージカルは、ね、あの日本でもやってますけど、うん、あのね、ベルバラ四天王でご紹介した右輪夏子さんもこの作品をやられてますので、そのさ話もちょっと最後に入れたいと思いますが、うん、この作品こうね、じゃあどんな作品なんこのミュージカルってなったら、うんうん、もう一言で言うともうファンタジーです。このファンタジーなミュージカルなので、はい、どういう感じのファンタジーなのかをちょっとあらすじをね、ざくっとご紹介したいと思います、はい、主人公はこのビリーっていう男です、はい、この男の子はちょっと超女の子に人気者の、イケイケなちょっとね、あの悪い感じの男の子でやんちゃですね。そう、やんちゃですね。で、この人はこのマリー夫人っていう人がこの回転木馬、その頃アメリカ移動遊園地が移動していますよね、いろんなところで。でその移動遊園地の、この回転木馬のこの主人がマリー夫人 でその人にビリーは雇われて、この回転木馬の呼び込みをしてるだけですよ、うん、姉ちゃん乗っていけへんみたいな、乗っていき言うてほんで、いやかっこいいとか言って乗っていくって言っていっぱい回転木馬に乗りに来て、マリー夫人はホクホクって感じで、ほんでしかもマリー夫人は実はビリーにこの子ええわって思ってるわけですよね。どっちも出ますね。そうなんですよ。でそのある場所に移動遊園地行った時に、うん、このジュリーっていう女の子がキャリーっていう友達と一緒にこの乗りに来るわけです、うんうん、でビリーとジュリーはピピピってちょっと来てしまうわけですね、うんうん、でそれをマリー夫人は見て、なやいつって思って、でビリーはジュリーに乗っていきって言って、うんうん、一緒に乗ろうとか言って自分が一緒に回転木馬に乗っちゃうわけですよね、うんうん、でそれをマリー夫人が見てて、そのね、木馬から帰っていくジュリーを追っかけていって、あんた一体どういうつもりって言って、だからそこにビリーもやってきて、なんでそんなん怒ってんのみたいな、あんたあの女の子の腰に手回しとったやろみたいな、なんかなんでそんなことするみたいな、あんたもう来たかんねみたいな、そんなん俺の勝手やろみたいな、ほんでちょっとここがピリ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 ってなるシーンなんですね。でジュリーはビリーとそのシーンで、ちょっとね、心がだんだん通っていくわけなんですけど、ビリーは、そんなにこう簡単な子じゃ人じゃないので、ちょっと気持ちをすんなりとね出せないんですよね。でもジュリーに対してちょっと思いが出てきてるわけです。でこの2人の長いミュージカルナンバーがこの If I Love You というね、このもうあなたをもしも愛したならっていう歌があるんですけど、でこの後これだけじゃないんですよ。この前後めちゃめちゃ長いんです。でそこで例えば木の葉がフラララララララって歯が落ちたわみたいな、風で落ちるのね、いやそれはその時が来たら、それは自然なことなのよ、自然にそうなるのよっていうのは、二人は私たちは自然に恋に落ちていくのよっていうことを言ってるような素敵そう素敵な、うん、素敵 な長いナンバーなんです、うん、これってね。で最初はジュリーが歌うんやったっけな、でビリーもジュリーも両方このワンフレーズを歌う、ね、うん、ワンコーラス歌って、前後に長いミュージカルシーンがあって、でこの曲が終わる時には2人は距離は近づいていくっていうね。でそしてその次のシーンになったこのネティっていうのがジュリーのおばさんなんですけども、このジュリーの面倒を見ているこのね、ちょっと母親代わりのおばさんがこのビリーとのことをすごい心配してるわけなんですけど、結局ここは結婚するんですね、子供ができちゃうわけですね。でジュリーがビリーに、私子供ができたのって言って、なんだってってなって、でもちゃんと仕事がないと、でこのマリー夫人にクビにされたわけで、私も仕事がないとどうしようってなった時に、このジガーっていうね、悪い友達がビリーにおって、でこのジガーが、なお前さ子供できたらちょっとさ俺とさ強盗しようやみたいな、金がいるやろみたいな、でもそんなのできへんよって言うんですけど、ジュリーに子供できたことを聞いたビリーは、その子供に一体子供が生まれてどうこうしてああしてっていう長いシーンがあって、ビリーは自分はお父さんになるんやみたいな、でもこのままやったらこのまま幸せになれへん、どうしたらいいんやっていう長い、これがまた歌があるんですね。でビリーは、ジガーと、この強盗を働くことを決意しちゃうわけです。でこの強盗をし
は結局でうまくいかないんですよ。でビリーは死んじゃうわけですね。なんと。そしてこっからがファンタジーなんですよ。ここが先はないでしょ。ここはでも天国に行って、でも天国に行く系の普通やったらね、もう死んで終わりじゃないですか。じゃあここは死んでからが、そうこっからがこのジュリーと結局生まれてきてたのはルイーズっていう女の子なんですけど、15の子もうすでに15歳になるんですけど、このジュリーとルイーズにビリーがどうするみたいな、亡くなった天国からね、天国に行っちゃったビリーはこの二人のためにどうするみたいな、そう戻ってみたい、そう二人のために落としちゃったんですけどね、死んじゃったのでね、でも死んじゃったけど戻ちょっと戻ってくるんですね、はい、そしてどうなるみたいな、なるほど、そうなんですよ、でちょっと面白そうですね、うん、ね話的にじゃあこうテーマ的に、はい、これがこうやってい う, こうテーマファンタジーなんでやっぱりいろんな撮り方があるんですけど、うん、すごく重要なのはこのセリフでね、うん、パシンってこうビリーがこう叩いたんですよ、このルイーズを、そういう時にお母さんに私叩かれたのにちっとも痛くなかったっていうセリフがあるんですよね。でジュリーははっって思うわけですよね。私もそんなことあるっていう、ね、言葉でねベタベタする感じじゃなくて、うん、でも本当にこう愛情があって、うん、でその人に叩かれた時に全然痛くないという、うんね、近いですね、そういうセリフの部分がある、はい、すごくこのファンタジーのシーンなんです。でこのルイーズが踊るすごい長いバレエシーンがあったり、このビリーとジュリーっていうカップルとこれに対比されるのがこのキャリーとミスター・スノーさんっていう、うん、結婚するんですけど、こっちはね結構ビリーが不器用な生き方しかできへん、ビリーが不器用ゆえに出てくる悲劇の部分なんですね、うん、こっちはなんかうまくやっていく、こっちのミスター・スノーさんはもう確実にこうね授業をしてみたいな、うん、でそうそう、うん、っていうで、まあ、ここに子供が出てきてルイーズとこっちの子供、だから単にこう若いカップルのお話ではなくて、うん、その子供たちに対する部分のところまで出てくる、しかも現実ではなくて死んじゃって戻ってくるっていうね、まあ、よくあるかもしれないですけど、その部分がこう出てくるので、ちょっとファンタジックな話なんですね。でリチャード・ロジャース・オスカー・ホマ・ステイニー2世っていうのは、うん、サウンド・オブ・ミュージックがオコラ・ハマとか大沢と私フラワードラムソングなど、すごく有名なところの、日本じゃ特に皆さんに馴染みの深い、ミュージカルを作ってらっしゃるこの2人も大御所なんですけども、この2人はどうやら自分の作品の中で回転木馬が一番好きだなみたいな話があるぐらい、このミュージカルはこれリリオンっていう戯曲なんですよ、もともと。だからこの2人が作ったんじゃなくてリリオンっていう戯曲があって、でそれを元にこのミュージカルが作られたわけですね。なるほど。で日本では、先ほど言いましたベルバラ支店のミリアナツコさんは、うん、ビリーを真帆しぶきさんっていうね大御所の宝塚の大スターですけど、うんうん、その方と大原真澄さんという方がこのジュリーをやって、うんうん、それが日本で多分一番最初なんちゃうかな。でその時は、うん、三木屋夏子さんはこのキャリーとミスター・スノーさんの間に出てくる子供、うん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 、スノージュニアみたいなのが出てくるんですけど、うん、その役をやってたみたいなんですけど、新人公演というのがあるんですよね、宝塚って。でその新人公演でどうやらビリーをやってはったみたいなんですね。だから、うん、まさかめっちゃ昔なんで、でやっぱりでもすごい将来有望やったんでしょうね。このビリーっていうのは、そうビリーっていうのはやっぱり演技力がめっちゃいるんで、屈折した役なんで、頭角を表してたんですね。そうだから若手の頃からそういうすごいね、こういうビリーにハマっているのを演出家の人が理解して新人公演でやったようなんですね。でその後現役時代はやってなかったみたいなんですけど、退団されてからビリーを私はサンケイホールで見たと思うんですけど、その時はこうねジガーとかね男の人周り、全員男の人、そう男の役の人は男へで、右側の子さんだけ女やけどやっぱり宝塚退団してすぐぐらいだと思うんですけど、ビリーをやりはったんですよね。ちょっと異色の感じでもやりはって、
ビリーっていう役はね、やりたかったんやと思うし、やらしたかったんですかね。そう、ファンの中でもね、見たいって見たいってなったんやと思いますね。で、宝塚で私が見たのは、あの星組公演のバウホールですね。その時ロジャースの三部作みたいな感じで、オクラホマとサウンドオブミュージックと回転木馬だったと思うんですけど、その時のこの回転木馬を見たんですけど、山城遥さんっていう人がビリーで、ジュリーを古城麗華さんっていう人がやりまして、で、これをやったやつがやっぱすごい良かったですね。あの宝塚ってほんまなんかこうきっちりやりはるよね。でこれも宝塚って感じじゃなくて、なんかちゃんと回転木馬をちゃんとやりはったみたいな感じで、すごいもうとにかく曲がいいし、すごくこういい作品として古き良きミュージカルの状態でやりはったんですけど、いやすごい良かったなと思ってます。でもその後まあね、あのブロードウェイでもこれをリメイクしてリバイバルでやったりとかするときに、すごい演出を変えたりとかいろいろね変えるんですよね。だから日本でもそういうので、東方でもやってると思うんですけど、やっぱ私はでもこの昔古き良きミュージカルの要素、このファンタジーの要素もなんかこう演出云々とか舞台装置云々をあんまりやらなくても、もうこれほんまにもう素晴らしい名作やから、そうそう、このまんまやったらそんな小細工なんもいらんみたいな、作品なので、あの素晴らしいミュージカルなので、はい、ぜひぜひ、まあ、サウンドミュージックとかも素晴らしいですけど、この回転木馬は、私はリチャード・ロジャースの中では一番おすすめのミュージカルです。それではですね、あのまたミュージカルの作品を紹介してもいきたいんですけど、はい、ちょっとあのちょっと違う感じで、え、何、ちょっとね、今考えてます。またぜひチャンネル登録お願いします。こういうやつもお願いします。はい、それではまたミュージカルカフェにお越しください。